卒業検定に合格した際に発行される卒業証明書卒業検定とは、運転免許を取得するために、指定自動車教習所を卒業する際に、最後に必ず行われる技能に関する試験の名称である。道路交通法第99条の5の規定に基づき、実施される。略称は、卒検。この試験に合格すると、指定自動車教習所を卒業したことになり、 指定自動車教習所から卒業証明書が交付される。卒業検定合格日から起算して1年以内に卒業証明書を運転免許試験場に持参すれば、道路交通法第97条の2第2項の規定により運転免許試験場での技能試験が免除される。ただし、有効期間内に適正試験や学科試験に合格しなければ、教習所からやり直しするか、 あるいは一発試験を受験することになる。卒業検定は運転免許試験場での技能試験に順じた要領で実施される。第一種普通自動車、準中型自動車の場合、路上試験は前半は試験説明で指定されたコースを走行する。2012年3月までは後半は自分で設定した終了地点までの経路を地図と照らし合わせて、 検定員に示した上で検定員の指示を受けずに自分だけの運転で走行したが4月から廃止され代わりに道端への停車及び発進が施行された所内試験は重列駐車か方向転換のどちらか事前に指定されている方を行う大型特殊自動車第2種免許及び検員第2種免許は道路交通法施行規則別表第4に教習に 関する規定が存在しないため、指定自動車教習所で教習及び技能検定は行われていない。したがって、必ず運転免許試験場での技能試験を受験して合格しなければ免許を取得することができない。通常、路上教習では仮免許練習中の標識をつけるが、卒業検定では使われずに裏返しにされ、代わりに、 運転技能検定中などの標識が掲げられる。また車の上部や側面に検定中と示すこともある。検定の日程も普通は平日が一般的であるが、教習所によっては午後に検定を行うところもあったり、土日祝日も行っていたりするところもある。自動二輪車と大型特殊一種以外の車種は公平性を保つために、受験者と試験官の他に、 他の受験者を乗せ実施するのが義務付けられている。また、教習所によっては、指定地点まで試験官が運転する、教習所もある。道路交通法施行規則第34条の2を参照。道路交通法施行規則第24条第4項道路交通法施行規則第24条第5項。ありがとうございます。